この下の方からね、見る角度もなかなか素晴らしいですね、これは。なんて言うんですかね、この寝そべっているのにもかかわらず、スイカのような丸いものが2つあると。はい、どうもこんにちは。チョコミントが大好きなトイッカンです。今回は超健全なフィギュアのご紹介です。ロケットボーイから発売されましたヤマン氏オリジナルキャラクターのモーブでございます。はい、何ですか？え、ロケットボーイって言ってるじゃんって。は？ロケットボーイはアダルトフィギュアメーカーだろ、だって。は？何を言ってるんですか。これが、この箱がアダルトフィギュアの箱に見えますか？こんなのどう見たってサーティワンで買ってきたパーティーセットの箱に決まってるじゃないですか。もう特大のチョコミントセットを買ってきたわけなんですよ。ということで、おふざけはここまででございます。まあAD なフィギュアではあるのですが、トイカンチャンネルではド健全にやっていきたいと思います。で、こちらはスケールが6分の1もある大きなフィギュアです。そうです。よくね、AD フィギュアにありがちな6分の1スケールになっております。そして販売価格が税込みの 22,800 円です。なんと、スケールが6分の1もあって、さらにキャストオフもできるのにこの安さ。はい、すいません。キャストオフ動画の方はおなじみのトイッカンオルタの方で配信いたしますので、ご了承くださいませ。今回はこちらではね、ド健全でいきますので、よろしくお願いします。ではね、開けていきましょう。ちなみに、今回このモーブを描かれたイラストレーターのヤマンさんは、柔らかくて優しい雰囲気の絵が好きとのことでして、まあその雰囲気がそのままこのモーブちゃんにも出ております。まあそこがね、気に入って私もゲットした次第でございます。これが説明書ですね。ちょっとこれはぼかしを入れないと映しづらいかもしれません。で、これがブリスターパックの状態です。本体とパーツ類、そして謎の黒いビニールに入ったパーツが2つあります。何ですかね、これは。ではね、これも開けていきましょう。はい、ではですね、まずじゃあこれ、ダイザー先見てみましょうか。もうなんかすげえ美味しそう。もう、ダイザーがね、美味しそう。僕ね、チョコレート好きなんですよ、本当に。チョコミント、この青いのがミントなんでしょうけど、まあ、ほぼほぼチョコレートっていう感じでね、いや、いいですね。これはなんか本当に。で、アクセントで、ここにね、チェリーが乗っかっていると、なんて言うんでしたっけ、食品サンプル？あんな感じなのかな？フィギュアでね、こういうの作ると。なんかもう、ここら辺の板チョコとかにね、なんかもう、かじりたい感じですね。うん。あと、これなんだろう、これ。なんか刺さってますね。ナイフみたいなもので、これで刺してなんかいろいろ食べるとか、それでね、このチョコレートが、なんだろう、水の波紋みたいな感じで、こう、なんか上から落ちてきたものが、チョコレートがこう跳ねてるような、そんな感じにもなってますね。はい、で、せっかくなんでね、このブリスターにこう横たわっているモーブちゃん。この下の方からね、見る角度もなかなか素晴らしいですね、これは。なんて言うんですかね、この寝そべっているのにもかかわらず、スイカのような丸いものが2つあると。はい、すいません。ではですね、いつまでもそんなのを見てても仕方ないので、軽くね、見てみましょう。まあ、6分の1なんでね、当然なんですが、まあまあ、そこそこのボリュームがあります。まあ、いろんなところにボリュームがあります。やっぱりね、僕これね、デコマスも撮影させてもらったんですけれども、やっぱりね、製品版になると落ち着くというか、まあ塗装もね、しっかりとされてるし、うん。やっぱりね、ロケットボーイさん、クオリティ高いですよね。のー、チラッと。いやー、すげーな、これはやばいな。これは絶対に許してくれませんね。まあ、ここはですね、またね、コミュニティの方に画像をアップしておきますので、よかったらね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。いや、でもこれすごいっすね。すごいっすね。パンツがしっかりとあそこの形を保ちながらの造形になってるんですね。ただこう布が縦にシュンと入ってるんじゃなくて、しっかりとあそこの膨らみ加減も、
造形されているんですよ。いやでもね、さすがその AD フィギュアだけあって、いろんなところにね、こういう太もものところとかにもビニールがかましてありますね。だからここら辺が外れて、ここら辺がまあキャストオフ、キャストオフじゃないのか、これはもう差し替えですね、差し替え。要は服がパージされるんじゃなくて、もう上半身が多分差し替えになるんでしょうね。まだか、それだけ贅沢仕様ということですよ。うん。本体外の付属品が台座とその台座につけるお菓子のパーツ、さらに替えのフェイスパーツと、あと謎のね、黒い袋に入ったパーツが2つあります。このお菓子のパーツもよくできてますよね。これがマカロンですかね、この丸いのが。で、これがクッキーみたいな、このしましま模様のやつが。ではまずこの状態で組み立てていきましょう。で、その前にこのモブちゃんをですね、いろいろとホコビニールがくっついているので、とりあえずバラしていこうと思います。まず、あった、結構簡単に外れますね。よいしょよいしょよいしょ、あ、はい、よいしょ、おうおうおう、よいしょよいしょ、あ、ここも、はい。はい、これでね、全部取れました。すべての接合部にね、こうやって保護ビニールがついてるんで、こういうのを丁寧に取っていきます。そしたら今度は逆に戻していきましょう。で、上半身をつけて、いや、しかし本当にこれよくできてるな。こんな感じで、上半身ね、この肌とこの茶色い服ってまた別パーツなんですよ。分かれるんですけれども、この肌のパーツのところにはここに穴が開いていて、で、こっち服のパーツのところにはここに出っ張りですね。ダボがついてるんですよ。で、ここに腕パーツのこれをね、はめていくという形なんですね。だから、これをつけることによって、で、ここで3点、腕と上半身とこの服で3点で接合されるので、まあしっかりとね、保持力もアップすると、そういうことですよね。これすごいっすよね。まあこっち側もそうですね、同じようになってますね。昔のアダルトフィギュアって本当にね、なんだろう、もう壊れるのが当たり前みたいな、そんな感じのものが多かったですからね。ごめん、失礼しました。これ尻尾は後からじゃつけられないですね。上半身をつける前じゃないと尻尾つけられないですね。なのですいません、もう一回バラします。はい、で、このようにですね、とりあえずモブちゃん本体はすべて保護ビニールが取れたので、この状態で一回台座に取り付けます。で、このモブちゃんのですね、足の裏にですね、このようにですね、穴がね、開いていますので、それを台座に差し込んでいきます。すいません。最近はもたもたタイムもですね、YouTube に怒られるので、やるなということなので、すいません。はい。もたもたタイムは省きます。そしたら最後にですね、このお菓子のパーツ、これを取り付けます。で、最後にこれも取り付けます。はい。で、ここもですね、このように奥までしっかりと入りました。はい、そしてチョコミントを食べようとしている可愛いモーブのお姿がこちらです。いやー、可愛い、これ最高ですね。前にデコマスレビューの時に、普段はね、アダルトフィギュアをあまり買わない人にこそ買ってほしいと、そんなようにね、言ったような記憶があるんですけれども、このフィギュアはエロさよりも可愛さが圧倒的に強いというか、もうね、そこが最高なんですよ。もちろんね、このフィギュアも後でパーツを差し替えればドエロくなるんですけれども、でもこの状態では最高に可愛いですね。まあやっぱりでも特に顔かな、顔が可愛いですね。ではね、じっくりと見ていきましょう。まずは髪の毛なんですが、もうこの髪の毛の造形から最高なんですよ。ボブのような髪型でシャープに流れる造形。ふわっとね、流れる感じで、このふわっと感が最高。で、内側がこのようにピンク色になっていたり、まあ、このピンク色も一つのアクセントカラーになっています。あと、この襟足もね、かなり複雑な造形で、この華奢な肩とのバランスも最高なんですよ。で、青い水玉のリボンがついていて、さらに毛も耳。この子は猫っぽいですよね。まあ、これも猫耳でしょうか。耳の中のふわふわも可愛いですよね。そしてお顔。この顔もめちゃくちゃ可愛いんですけれども、やはりこの髪型とのセットが最高ですね。
赤くて大きな瞳も綺麗ですし、本当に柔らかくて優しい感じが伝わってきます。そして替えのフェイスパーツに交換するとこんな感じです。開いていた口が閉じて、でちょっとこう悩ましげな表情っていう感じでしょうか。だからこれは差し替えた時の表情って感じでしょうね。で猫を思わせるような首輪がついていて、大きな大きなお胸、すいません、ここはもしかしたら何かで見えなくなってるかもしれませんので、その場合はコミュニティの方で見てください。まあとても大きなものが重力に従ってたわわっていると、まあそんな感じです。このほくろもね最高なんですよね。でこのインナーっぽいのなんかねコルセットっぽくも見えるんですが、これもおしゃれなデザインで、まあブラもね兼ねているんでしょうね。でその上にこれはもうチョコレート色です。可愛いジャケットを羽織っていて、折り返しのところなんかはこのようにストライプの柄になっています。でこれはもうね猫の尻尾でしょうね。で頭についていたのと同じ柄の青いリボンがついています。そして可愛い下着を履いているのですが、ここも映せないのでコミュニティの方で見てください。で足です。長いヒールを履いているのでちょっとね足も長く見えるんですよね。でこのオーバーニーからの絶対領域が最高です。モーブちゃん本当に最高です。でタイツは薄いラインの入ったストライプのような柄、このふくらはぎの造形もねいいんですよ。で足にはね先ほども言いましたヒールを履いています。これはねチョコミントカラーっていうよりはもう少しブルーに近い感じ、塗装も綺麗な光沢感が出ています。いやー最高です。このフィギュアはやはり最高でした。ということでやります。当然ですがボディを差し替えてのモーブちゃんのペロリンチョもお見せします。ですがそれはトイカンオルタでの配信になります。で今回もですねがっつりとこう18禁指定にしましたので、あそこも見せます、見せちゃいます。ご存知のない方に簡単にご説明いたしますと、トイカンオルタとはトイカンチャンネルの裏チャンネルでございまして、ムフフーンな大人向けのフィギュアをパッカーン的な感じで撮影配信をしております。ただしほとんどが18禁指定になっていますので、18歳未満の方は見れないんですが、そこはご了承くださいませ。でそちらはねたまにしか配信しませんので、できればチャンネル登録をお願いいたします。あのチャンネル登録をしないと関連動画とかにも上がらないと思いますので、ぜひともですね登録の方もよろしくお願いいたします。でそちらの方もこの後間もなく上がりますというかね、もう上がっているかもしれません。ぜひねそちらの方でも可愛いモーブちゃんを見てください。ではでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。続きはトイカンオルタでお会いしましょう。